こんばんは、橋本京明です。皆様、いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。私、橋本京明が直接ご指導させていただく年間講義京明塾京明勉強会についてご連絡がございます。現在のコロナでの状況下を踏まえ、安全に運営するため会場や設営に関して変更を設け、準備を整えております。これにより開始を来年1月からのスタートにすることにいたしました。京明塾京明勉強会の講義はすべて Zoom での開催となります。また年会費を少しお求めやすくし、期限を延長し再度募集をかけておりますので、どうぞよろしければ番組概要欄からご確認くださいませ。また本気で陰陽師になりたい方も募集しておりますので、番組概要欄また橋本京明オフィシャルサイトにてご確認くださいませ。よろしくお願いいたします。血だらけの自分が横たわってるんですよ。でそれを正面から僕が見てるんですよ。なんかおかしいじゃないですか、なんで俺血だらけで寝てるんだろうな、なんだこれ。でパッて横見たら、その公衆トイレの壁に、これも不思議なんですけどね、血だらけの僕じゃない人のなんか本当に死体みたいな、いろんな人の血だらけの死体が写真がね、壁に固定みたいにポン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 って貼ってあるんですよ。なんだこの夢、めちゃくちゃ鮮明でリアルなんですよ。パッて目覚めた、うわーなんか汗びっしょりかいてるし、嫌な夢見ちゃったな。で僕そういう時にあの夢占いの本持ってて、昔からなんか変な夢見たらすぐこう見るんですよね。どんなメッセージがあるんだろうかって。で見たら交通事故の夢っていう欄があったんですよ。ああったあった、これこれ、これどういった意味があるんだろうと見たんですね。そしたらまあぼやけたようなね、ちょっとこうなんかそういう不鮮明な映像で交通事故の夢を見た場合には、実際の生活で近々大事な決断が迫ってるよ、だから心の準備をしておきましょうねという、まあ、そういうメッセージですって書いてあったんです。ああなんか俺近々大事 なんか決断を迫られるのかな、なんだろうかな、読んでたんですよ。ただその文章の、ね、最後あたり、ただ交通事故の夢、それがとても鮮明でクリアだった場合には全く意味が異なるって書いてあるんです。お、これこれすごく鮮明だった、どういう意味なんだろう、見たら、ただし交通事故の夢が鮮明でクリアだった場合には予知夢の可能性が高いだけだった。もうゾワ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 ってきちゃって、俺その場所行こうと思ってた、その矢先にこんな夢見ちゃった、これ予知夢になっちゃうのみたいな。でこれ大丈夫かなって思ってたんですよね。でこれをある方に話したら、いやそれ島田さん絶対言っちゃいけない、なんでかっていうと、島田さんそれ自分のね血だらけのものをね正面から見たって言ったよね。その島田さん死んでんだよ、死んでるから魂が抜けてるから自分を正面から見てるんだよ。横の写真あったよね、あれきっとそこで同じように亡くなった方たちなんじゃない、そうダメだよ、島田さんが守ってくれてる存在がきっとダメだ、言っちゃダメ、ダメだよっていうふうにメッセージを送ってるんだよって言われたんですね。はあそうなのか、でも本当怖いなと思ったら、その後からまたいろんなこと起こって、まあ、左の、ね、腰がぎっくり腰になっちゃったとかね、で治んない、だんだん何ヶ月も、いつもは数週間で治るのに。でそんな中富山県のある神社さんに行ったら、神社さんの神主さんが眠ってないのにロケで終わった後に、ちょっとまずお笑いしとこうかって言って、え、なんでですか、いやそれやばいよ、腰重いでしょ、あ腰ずっと痛いです、ああもうそう溜まってるよ、お祓いしてあげるよ。で奥の方を社務所連れてかれて、でその神主さんと女性の方が現れて、僕の腰をバーッとさすったらもう熱いんですよ、手がね。でバーってしばらくやった後、地面に畳ですけどバーンって叩きつけるんです、手をズリ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 して、また手を当てるんですよ。でまたバーンズリ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 繰り返してるんです。何やってるんですか、それ島田さんの悪いものを取ってね地面に流してるんだ。でしばらくやった後に立ち上がってみなって言ったらスッと立ち上がれたんですよ。不思議、もう実際経験しちゃった、なんかあったのかなみたいな。ありがとうございます、まだ足りないからお守り作ってあげる、あの島田さんの数珠作ってあげるから、あのすぐは無理だから後日送ってあげるよ。で1週間後届いたんですよ、嬉しいなと思って、つけた瞬間にバーン
って弾けたんですよ。でそれも紐じゃなくって水晶の一個が真ん中から真っ二つに分かれてるんですよ。もうこんなんやばいと思うじゃないですか。でこれなんかちょっとと思ってた時に、知り合いでなんかね、無償でなんかそういうお祓いとかしてくれてるっていう方がいらっしゃると聞いて、で知り合いだからなんかみんな週末集まってるから横浜の方で、島田君も来てみなよ、そうですね、なんかちょっとその僕今まであんまり経験ないので、もう本当怖いんでやってもらいましょうかねって言って約束させてもらった日の朝ね、行こうと思って準備しようと思ったら、まず自分の飼ってる犬がトウモロコシの芯食べちゃって、あれ危ないらしいですね、犬がトウモロコシの芯食べると消化できなくって、なんか腸の方にもし詰まっちゃうと本当にもう切って切開しなきゃいけないとか、でこれ詰まって死んじゃうこともあるかもしれないって、すごい危ないことらしくって、で電話して獣医さんに、じゃあすぐ連れてきてくださいみたいな、でなんかこうね麻酔してとかっつって、でとりあえずなんかそういうことがあって、すいませんちょっと遅れちゃって、もう次迎えますんで、すいませんだいぶ遅れちゃいましたけどって言って、マジっすよ、家にワンちゃんを置いて奥さんに頼んで向かおうと思って大通り出た瞬間ですよ、目の前走ったバイクが車にパーンと跳ねられたんですよ。でってなって、もう騒然としちゃう、僕も端に止めて、まあ僕だけじゃなくて皆さんがすぐ集まってきて、大丈夫ですかみたいなことになるから、やっぱりそれまた時間かかるじゃないですか。で、まあ、その方に電話して、すいません、あの嘘みたいな話なんですけど、今今度こそと思って出たら、目の前でちょっとバイクが跳ねられちゃって、ちょっと待った、ちょっと時間遅れそうですって言ったら、八島さん、それもしかしたら島田さんのところにいる存在が行かせないようにしてんじゃないか、今日無理して来ない方がいいよ、危ないよって言われて、これ無理してきたら何かあるかもしれないよ、また日にち改めなって言われて、でそう思うとまた怖いなと思って、で、まあ、後日日に改めて行ったら、なんかこううーみたいな感じでなんかわーってなんかやってくださって、でなんかちょっと気が楽になった気はしたんですけど、表面さん、僕大丈夫でしょうか。僕石松さんとこういつも会わせていただいて、デーって見た時ないんですよ。ないよね。表面さんって人には言うけど、僕には一回もそと言ってくれたことないですもんね。今日会った時に、なんで男性の霊がついているんだろうっていうのがありまして、ちょっとごめんなさい。いつももうなんかはいたんですか。いる時もありますけど、別にそのまま放置しても全然構わない例なんですよ。でも今日は放置しちゃいけないのは、男の人の例が見えてるんですか。外に行ってご挨拶した時からずっとついてまして、ただはっきりと顔が僕も見えないんですよ。なんで見えないかというと、こういうふうに見えないようにしてるんです。こう見ようとして、目合わせないように、こうなんかこういう感じにしてたと、どっから連れてきたんだろうって、っていうのはあります。で、この例の服はスーツ姿なんですよ。何歳ぐらいですか？見た感じ、その外見だけしか見えませんけど、40代後半から50代のネイビーのスーツです。特徴あります？顔が見えないんで、髪も普通、なんて言うんですか、僕みたいな髪型でして、割と若め、おしゃれな感じ。おしゃれではないです。顔見えないですし、普通のスーツ着てこういう風にやってるんで、まあおそらく僕ぐらいの髪型なんだろうっていうのがあります。ただどっから連れてきたのかは分かんないです。それはいい存在なんですか、それとも良くない存在なんですか。良くない存在です。なぜかというと、悪い例であればこう下向いたりしますし、仮に僕守護霊と霊の区別って分かんないぐらい見えるんですよ。いつも大体の霊ってこう正面向いてるんですよ。ただ今日いる霊は下向いてるんですよね。なんかやましいことがあるのかなと思いまして、その霊に。それは京明さんっていう見える存在だから怖いのかもしれませんし、ただ単にずっとこの霊はこううつむいているだけかもしれませんし。僕大丈夫なんですか。ただこの霊は何でしょうって、僕は不思議です。なんでスーツ姿の男性が来るんだろうって。
一般の例って、まあ、一般って言ったら変ですけど、大体こう皆さんが例っていうと白い装束着てるっていうじゃないですかと思うんですけど、そういった例っていうのはちゃんとお葬式を挙げてる例なんですよ。ちょっと待ってよ、なんかスーツでずっと下向いてるって、なんかそれまさか首吊ったとかそういうことじゃないですよね。か事故とかっていうふうに思ったんですよ。交通事故の例って意外とその対処が大変でして、その場所でお葬式をして、でお家でもう一回お葬式をして、最後にその現場に行ってもう一回お葬式をしないとなかなか取れないんです。なのでどっかで連れてきちゃったのかなと思いまして。どうしたらいいですか。後で取ります。え？か今後もちろん島津さん、あの YouTube で毎日新年の動画、まあ毎日じゃないですけども、はい、あのアップしてるじゃないですか、はい、今後そういったことが内容に、あの対処方法を今日教えますんで、それをやっていただければ。え、ごめんなさい、あの今回コラボということで、僕はこっちのねチャンネルで心霊写真とか不思議な話を聞いてもらったり自分の悩み相談をしましたけど、じゃ僕の方で京明さん怖い話をね披露していただくっていう話でしたけど、そのお祓いの方法はあのカメラの回ってない時に教えます。あ、撮り方はそれを覚えてしまえば、今後何かあった時のために、仮に霊がついた場合それをやると霊がもう撮れると思っていただいても大丈夫です。撮った方がいいですか。やっぱ、はい、撮らないとどうなっちゃいます。僕今後車にあんまり乗らない方が、俺めちゃくちゃ車運転するんですよ。事故とか多分多くなったりするかもですよ、知れませんので。あの水晶がねパーンって真ん中から割れたって言いましたよね、はい、あるお坊さんが言うとね、その紐が切れるぐらいだったらいいんだけど、水晶が真ん中からパーンっていくのが結構危険だよって言われたんですよね、うん、命のやり取りっていうか、それ持ってかれるぐらいの時にこういうことがあるかもしれないって言って、危険、まあ、お坊さんがそう言うんであれば僕も、うん、危険なのか。僕もあの実際パーソンをこう身につけたりするんですけど、やっぱりよく言うのが、石が破裂したら危険だよって言います。いやもう写真もありますけど、本当、本当ですか。つけたし割れた瞬間の映像もあるんですよ。へえ。パッ、ね、見たいです。え、なんか普通に飲み屋で話してるみたいなテンションだったんですけど、大丈夫？大丈夫です。大丈夫ですか？大丈夫です。京明さん、まずね、ごめんなさいね。ちょっと短いんだけど、はい、これね、割れた後ですよね。もちろん割れる瞬間取れてないから、これね。これ割れた時も。で、その水晶はどうかっていうと、これ。いや、本当だ。真っ二つ。水晶ってこういろいろ意味があるじゃないですか。はいはい、はい。透明の、この水晶が割れるのって一番良くないって言います。すみません、怖がらせて。だいぶ怖いですよね。じゃあ今回僕相談したらやっぱり何かついてたっていうことで、このあと除霊の方法を教えてもらうという。本当にじゃあ今回コラボできてよかったですね。よかったです。本当にあんまり見かけないですもん、スーツの霊の男性。俺ね、一瞬ねだったらいいなと思ったのが、スーツでなんかその感じで40〜50代って言ったのが、僕の父が50ぐらいで亡くなってるんで、うん、父がいてくれたら嬉しいなと思ったんだけど、そういうことじゃないですね、うん、違うんですね。父だったらちゃんと正面向くと思うんですよ。目がかけてます。七三分けで森本レオみたいな顔してます。違うんですね。違います。
あの顔全然見えないんで。わかりました。ちょっとなんかオープニングのあの楽しげな感じキャッキャッキャッキ言ってましたよね全然そんな感じじゃなかったなんか急に暗くなりましたね。いやいやいや、もう本当にキョメさんすごいよ、やっぱ、うん、すごい、やっぱキョメさんすごいっす、うん、あれ僕だいぶ老けてません？最初に比べて。老けてないですよ大丈夫です、全然本当に、うん、背中を向けて座っていただいて、椅子を持ってきて、お背中を持ってきて、あざました大丈夫です、いい、ありがとうございました。付き合い長いけど本気の京明さん初めて見たから本気のすげえな、ありがとうございます。ありがとうございます。あーよかった、今回本当にありがとうございました。プロポさせていただいて、今後気をつけていただきたいなと思いまして。交通事故ね、車の運転気をつけます。あと定期的にやっぱり神社かお寺に行ってお祓いを受けてもいいのかなと思います。わかりました。やっぱその心霊とかやってるだけやってきちゃうってことですか？そうですね、やっぱり寄ってきやすいですし、こう同じ周波数みたいなものが合うとやっぱり取りつかれたりとか見えてしまうこともあるので、月に1回行った方がいいのかなと。今のでも無事に例の方が、先ほどスーツの方が、はい、そこは大丈夫だと思います。見えなくなったんで。へえ。いや俺本当に京明さん、はい、今までの無礼の数々すみませんでした。なんかもう優しいからついついこっちも甘えてちょっとこう京明さんとかやっちゃってたけど、そんな感じで勝手に親近感持っておいとかやっちゃってましたけど、ちょっと今回改めますんで。いい、今後ともよろしくお願いします。